Hello everybody! Welcome to Hot Wave! Hot Wave のゴハタ、アツコです。フリーズのチャップ、なんでしょう。なんだよ、今なんか誰かの声が聞こえたから、やっちゃいましたね。フェリーズのチャップ、国語辞典の布のとこに載っています。はい、パクでーす。今日もよろしくね。よろしくねー。今日スタジオがいつもちょっと違う雰囲気だけどね、新しくいこうかなと。なんか今日のメニューっていうのはまたいろいろとね、はいはいはい、豪華なミュージシャンが来てくれるってことなんですね。あれですね、コメントなんかもいっぱい届いてますね。今日ね、ホフ・ディランとね、パラノイアからのコメント届いてますね。はいはい、お送りしたいと思いますけど、あとね、ラマーの新曲なんかもお送りしちゃうと。ラマーの新曲、ゲストも今日は2組来てるんですけど、今日はね、ジ・オイスターズと、それとですね、ディル・アン・グレイっていう、あ、ディル・アン・グレイ、あのバンドがですね、あのすぐ近くに来てるんですけどね、今日非常に珍しい状態になってまして。あ、そうなの。ねえ、あのゲスト以外のお仕事もしてくれてるみたいな。そうなんだ。そうなんですよ。え、どこにいるの。え、この端っこにワイプに映ってるんですけど、カメラを映しながらも、あの本番映す前に、あの化粧直すのやめてほしいなっていう。なんで今日はディル・アン・グレイがカメラのスタッフなんだ。あのケーブルさばきさんは、あのカメラさんが動いたら一緒に動いてくださいねっていうね。はい、今日はね、あの、あ、でもゲストに彼らが来てくれるときは誰がカメラをやるの。いや、カメラさんがやってくれるんですけど。あ、そうなんですか。多分ゲストコーナーの時にはこのことについて触れないと思うんですよ。あえて触れないようにしたいと思います。じゃあですね、こっちが都合なんですよ。じゃあ、ジル・アン・グレイのですね、私、第3に、5、4、3とカウントしていただきたいんで、それで CM に入りましょうか。なるほど。はい、じゃあお願いします。第3、はい、はい、じゃあお願いします。5秒前、4、3、2、はい、CM。 コマーシャル。はい、振り向いて、はい、二カメさんに向かって振り向いて、はい、CM。 最近この人たちの人気はすごいんですよね。すごいよ、もう飛ぶ鳥を泳がす勢いだからね。なんだ。捕まえてバシャー、行けよバシャー。はい、でそしてコスチュームもなかなかね、こうダークですごいものがあるので、早速呼んでみましょう。はい、半年ぶりの登場です。ディル・アン・グレイの皆さんです。はい、すごい。よろしく。よろしく。よろしく。書きました。はい、7。あれ、一人メンバーが一人増えて、はい、パーカッションの方がサポートのキーボードの、欲しいです。もうね、メンバーもどうしていいか分かんないな。なんか、あの凍りましたね。はい、ブラシみたいなと飲みに行くとお姉ちゃんにはあんま相手されないんで、こう一緒に出ておけば。あ、なるほどね。今ここに出てたことによって、あ、そっか、こんなに仲がいいんだ。そういうことを訴えたかったのね、彼はね。何だったんでしょうね。若い娘好きだから。好きだよね、本当にね。こんなことで、ディル・アン・グレイと言いますと、去年2月に結成しまして、まあ、1年半結成1年半ですね。ということなんですが、今やインディーズバンド界でトップクラスね。このメンバー1年半自分にとってどんな1年半だったのか簡単に付け加えつつ、自己紹介のをしてもらえたらいいなと思います。はい、ということです。はいですね。じゃあお願いします。そうかな、今日です。1年間なんかあっという間に終わりましたね。気がついたらもう1年経ってたっていう。はい、そしてお隣はギターのパウです。はい、そうですね、本当にあっという間な感じで、実にね、僕らがどこまで来たかとかも全然分かってないし、今でも1年前とあんま変わってない感じがするんですけどね。東京来ても全然相変わらずどこも分からないし、そんなに経ったのかな、1年って早いような気もするんですけど、1年も経ったのかなっていう感じがしますね。ね、はい、そして大さん。はい、あ、どうぞ。何、あ、自己紹介、自己紹介と、あと1年というか、本体です。そう、やっぱ早かったよ、東京来てちょうど1年ぐらいですけどね。でもあんまりやっぱ東京のいろんなとことかあんまり行かないんですけどね。東京タワー登ったことありますか。東京タワーは、ね、修学旅行で行ったことあるんですよ。東京はいいですよね。
ありましたっけ。ブランクザッパだっているんだから。はい、そしてベースのクシアです。振り返ってみてどうですか。年取ったかなって。いや本当1年が何年も感じるんでしょうか。毎日起きるのが辛いんでしょうか。どんなところに年取ったって思うんですか。朝がしんどい。それは疲れてるから。おかしい。そして深夜さん。ドラムの深夜です。あっという間でした。ありがとうございます。早いんだよ。私この前ショックウェーブ夏の陣でカオルさんとダイさんにねインタビューをさせていただいたんですけど、4年生野外でない2回目。あんまりやらない。飛んではないですね。あんまり好きじゃないですか。やらない。いや、そのことはないですね。あんまり機会がないっていうか。普段君に当たったりとかあんまりしないですね。でしょうね。すごいお客さんがあんだけの人数だったのが初めてだったんで、でこれ先輩のバンドの人がいっぱいいるんですよ。その中で、まあ、時間が少なかったんですけど、まあ、どんだけできるかなと思ったんですけど、結構反応が良くて良かったなと思うんですけど。そうですよね。でね、はい、8月3日4日なんですけどね、3日4日と中野サンプラザのワンマンライブ終えまして、8月12日に待望の新曲アイル、こちらが出ましたね。これはどんな感じの曲なんでしょうかね。アイル大さん、そうですね、まあ俺らにしたら聴きやすい曲ですよね。聴きやすい曲、聴きやすいと思いますよ。作詞は京さんですよね。はい、京さんですね。ごめんなさい、京さん、ちょっと触っていいですか。なんか可愛くてこの人なんか。こんにちは。いや、何がこんにちは。可愛いのよ。言って言って。遠慮しないでここの顔持ってこう。なんかお逃げさんみたいなと思うね。うん。はい、じゃあ真面目な質問します。京さん、作詞は京さんですけど、すごいこうなんか綺麗な詩っていう感じですか。今まで書いてた詩って結構グロい感じの詩ばっかりで、今回はちょっと綺麗なラブソングとかじゃないんですけど、まだ結構一般の人とかでもあるような内容、あ、その気持ちわかるなぐらいのやつを書いてみました。どんな恋愛したいですか。あんまり楽しい恋愛したことないんで。マジ。じゃあ逆に楽しい恋愛したい。でも今までと違うことをやってもうまくいかないような気もするし、ね、どうしたらいいんでしょうかね。深夜さんってこうテレビで見る限りはすごく静かな感じがするんだけど、なんかすごいメンバーの間のちょっと噂を聞くと、一番やんちゃで一番無鉄砲なんですね。逆切れするんですよ。逆切れ。もういいよって。いいよ、やらなくていいよと思って。シアさん言ってくれるんもういいよって。いや、怒らないと出ないです。怒ってるよね。いつも怒ったの。いつも怒らせるんです。あ、怒らせるの。誰が。みんな。あ、そうだ、私聞いたんですけど、カオルさん以外血液型が一緒だって。じゃあみんな何型なんですか。B 型。京さんも、大さんも、トシヤさんも、シンヤさんもみんな B 型。カールさんだけ何型ですか。 A です。キッチー。4人の方が一人いるんだ。うわ、キッチー。もう一ついいことを教えてあげようか。俺 B。 俺 B。 私 O。 じゃあ大丈夫ですか。大丈夫、ね、ならないとダメですよね。やっぱりちょっとあれ違うなって思いますか。あんまり気にしてなかったんですけどね、たまに、違うかなって思うんですけど、あんまり気にしないようにしてるんですよ。じゃあちょっと今気にさせてあげたいと思ってるんですけれども。なんかね、みんな好き方ってこうわがままな自己中心派的な人が多いね。典型的な
やつなんですけど、今ちょっと口でね、シッって言いました大丈夫ですか、大丈夫ですか。左足ちょっと見せていただいて、その場所はちょっと見たいんだけど、え、何ですか。せっかくちょっと足がガーゼみたいなのが巻いてあって、すごいかっこいいんですよね。ちょっとこういう感じなんですか、ね、これ真似てね、はい、これポイントね、これがね、ちょっとこういうちょっと破けた包帯を巻いてたりする。包帯じゃないですか、編みタイツ。編みタイツなんだ、白いのも。はい、ルシアさんはあのこの左のなんか手のこれ私大好きなんですよ。そういうのってなんかやっぱりどっかで買ってくるんですか。これね、ファンの子にもらったんですよ。そうなんだ、うん、それでなんかあの演奏したらすごくこうなんか楽器がボロボロになったりとかしません。こっち右手に跳ねるとかなるけど、左手なら今大丈夫です。人とか傷つけちゃったり、傷つけたい人はいるんですけどね。なんか言われてますよ、言われてますよ。あのどうでしょう、よく頭に刺して11月2日に武道館が決まってるって言ってたんですけど、ね、みたいですね、来ましたね。緊張したりするの。たまに緊張するんですね。緊張したりとか歌詞覚えてるから、いろいろ考えるんですけど、うん、出たら何も飛んでしまって、飛んでしまって歌詞は忘れるわ、もうやったらあかんことするわ。あんまり良くないんですけど、でももうね、見てたらすごい素敵だよね。照れてる。じゃあ、まあ、武道館への意気込みも含めてで、皆さんに、最後になるんですけれども、このホットウェーブを見ている皆さんにメッセージをしていただいて、このセクションは締めさせていただこうと思います。はい、頑張ります。はい、武道館頑張ります。はい、頑張ります。結構シンプルですね。武道館の前に10月に全国回るツアーがあるんで、まあそれをまず見てもらって、また気に入ってもらえたら武道館でもっと過去にないような武道館のライブをしたいと思うんで、楽しみにしてます。はい、じゃあ最後に今日さん締めていただけますか。まあ大きいところとかで、やるっていうことなんですけど、気持ち的なもんでは昔とか何も変わってないんで、だから別に席があるとか、 なんかそういうくだらないものになんか縛られるとかも嫌やし、だからまあ今まで通り自由に楽しんでもらえればいいなと。はい、と、はい、いうことで皆さん今日はなんかいろんなお話をしていただいて、ストッキングなんかを見せていただいて、どうもありがとうございました。はい、また来てくださいね。ディラン・グレイの皆さんでした。よっしゃ。